はい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 、どうも、毎度おなじみゆうご .tv でーす。こちら千葉県旭市、JR 日向駅から徒歩30秒ほどにございます。手作りアクセサリーの店、ラスタ。こちらから配信しております。そう、いつもこちらから配信しておりますとかして、どちらからって感じなんで、店内模様をざっと。こんな感じでーす。店内はこんな感じでーす。レジがあって、パソコンがあって、そこから配信してまーす。はい。はい、てなことで、本日も、秋の夜長に読みたいおすすめの本、目次読み、こちらを配信したいと思います。今日、おすすめする本はこちら、でねーん、島田紳助、自己プロデュース力。僕の人生、あいつにはかなわないの連続だった。この世の中のすべて才能、しかし努力の仕方さえ知ればトップに立つことができる。勝つための方程式。頭で覚えるな、心で覚えろ。自分だけの教科書を作れ。変な人になりなさい。直球がダメなら変化球でX プラス Y の公式を確立せよ。人のシステムをパクる。負ける戦いはしない。さあ、気になる目次の方はこんな感じです。じゃん。第一、努力の方程式を教えます。これいつも近くに寄ると全然ピントが合わないんだよね。どの辺がいいんだろう。お、こんくらい近づけばいいのか。まずは自分だけの教科書を作る。ボケかす、お前らが間違っている。結果さえ出せれば生意気でいられる。本当の客を見極める。 X プラス Y の公式の確立。技術派と感情派、同じことをやっても絶対勝てない。島田洋七というシステムをパクる。直球がダメなら変化球で。負ける戦はしない。テレビで絶対売れる企業秘密を教えよう。東京なら藤本、大阪なら赤松。頭で覚えるな、心で覚えろ。心で記憶できる人たち。変な人になりなさい。もっと必死になれ。5つの努力をすれば5つの筋力がつく。あ、筋力か。5つの5の筋力がつく。なぜ店を経営するのか、その1。なぜ店を経営するのか、その2。M1 で勝つための方法論。君たちは10億円の価値がある。の最後ですね。君たちは10億円の価値があるで、おしまいになってます。ぜひ、この自己プロデュース力。芸能人引退してしまったが、やっぱり喋りの天才島田紳助のこの本、ぜひ自分のブランディングなどに役立ててみてはいかがでしょうか。それでは本日はこの辺で、ドロン。聞いてなかった。ドロン。